2021年4月21日、バリ島沖で、インドネシアの潜水艦ランガラが沈没しました。中国海軍が、イムアゲの救援に出動したそうですが、残念ながらイムアゲ断念という方針が決定しました。行方不明だった乗組員53人については、3日後の24日、インドネシア海軍は、全員の死亡を発表しました。今回は、このインドネシア潜水艦の沈没について見ていきたいと思います。インドネシア海軍は、6月2日、4月に沈没した潜水艦の海底から、サルベージ作業を断念したと明らかにしました。困難の伴う船体回収には、深海の作業可能な中国海軍の特殊救難艇など3隻が中国から駆けつけてインドネシア海軍と協力して作業を進めていました。しかし、回収作業には大きな困難に直面し断念せざるを得なかったと回収作業の中止を発表したのです。ランガラは水深約800メートルの海底で発見されました。前述の通り、潜水艦の船体発見と同時に、乗組員53人には死亡を宣告しました。しかし、未だに遺体は発見されていません。捜索の中止を聞いた家族は、断腸の思いだったことでしょう。東日本大震災の時、原発事故で、家族や助けを求める人を置いて避難しなければならなかった人たちの怒りと悲しみに通じるものを感じるのは筆者だけでしょうか。さて、中国海軍による回収作業への協力には下心があったと見る向きがいます。つまり、潜水艦が沈没したバリ島北方周辺海域の潜水艦航行に大切な海底の地形や潮流、水温などのデータ収集するのが目的だったのではないかという懸念を感じるという意見があるのです。現実には、インドネシア海軍によれば、ランガラの回収断念とともに、中国海軍艦艇3隻は、現場の海域を離れたということです。ランガラ沈没の原因究明も進まないままですが、ランガラの動きを説明しましょう。4月21日午前4時半ごろ、海中からの魚雷発射訓練を行うために、バリ島北約 90km の海域で潜航を始めたのですが、突然連絡が途絶えてしまったそうです。ランガラと言っていますが、正式には KRI ランガラ402潜水艦です。この艦が水中波と呼ばれる海水の強い密度差の影響によって、操縦不能に陥った可能性と同時に、何らかの理由で、潜水艦の電源が消失し、予備電源も作動しなかったことが、原因ではないかと推測されていました。ランガラ402の最大耐久水深は、約 500m とされていましたが、捜索救難活動では、船体が、水深約 800m にあり、水圧が原因とみられる破壊で、3つに分かれた船体が確認されたのです。同時に、乗組員は、全員絶望と判断されたのです。捜索救難活動には、インドネシア海軍に、特殊艦艇や潜水艦救難艇などの装備が不十分なので、シンガポール、マレーシア、インド、オーストラリア、アメリカなどの各国が、艦艇や航空機を派遣して、インドネシア海軍に協力していました。海底に沈んでいるランガラの船体発見、乗組員全員の死亡認定を受け、作業は捜索救難から船体回収に移行したので、各国の艦艇、航空機は現場を離れました。その直後の5月4日、中国海軍のサルベージ装備艦や深海で、作業可能な特殊艦艇などの3隻が、現場に突然姿を現したのです。インドネシア海軍は、中国海軍の支援がスタートし、
インドネシアとの協力で、海底の船体回収作業に着手することを公表しました。在インドネシア中国大使館の蒋船大使は、インドネシアの要請に基づく、今回の協力は、人道支援に寄与するものであると述べ、あくまでも、人道支援に基づく協力ということを強調しました。こういった、中国とインドネシアの共同作業でも、ナンガラ潜水艦の事故原因の特定や、船体の引き上げ回収、何より、乗組員の遺体発見は遅々として進まなかったのです。回収作業は、たくさんの困難に直面したとみられます。インドネシア海軍のユリウス・ウィジョジョの報道官が、地元メディアに公表したところによれば、海底からのナンガラ402の船体回収作業において、深海での作業は約20回行われ、その結果、救命胴衣など複数の潜水艦の備品などが回収できたと述べています。しかし、船体が発見された海底の地形は、平坦ではなく、急な斜面なので、作業によって分断された船体が、もっと深い 1000m 以上の底へ落ちてしまう、危険もあったといいます。また、潜水艦内部には、魚雷4発も残されていると推測されますから、爆発や誘発への対処も含めて、慎重にも、慎重さが要求される作業だったということです。さらに、事故原因の一つとして推定されていた水中波の影響もあったため、船体回収作業は部品をいくつか回収しただけでした。そして、これ以上の作業は相当の困難があり、実質的に難しいと言わざるを得ないと判断が下り、船体回収は最終的に断念することになったと明らかにしました。一方、回収作業に協力してくれた中国に対しては感謝を示しています。中国には最高の敬意と感謝を表する。作業中に不都合があったとすれば、インドネシアとして謝罪したいと手放しで謝意を明らかにしました。また、在インドネシア中国大使館も、インドネシアと潜水艦に関わる人道支援に協力できたことは、両国のパートナーシップを進展させる大きな一歩になったと、今後の両国関係への期待を表明しました。今回ナンガラ402が沈没したことで、インドネシア海軍保有の運用可能な潜水艦は4隻に減少してしまいました。地図を見てお分かりのように、島国であり、軍統国家として海軍力が重要視されるインドネシアで、すが、実は、今までは、陸軍優先で、海上艦艇や潜水艦などの調達、近代化は大幅に遅れていたと見られるのです。このため、インドネシア国会は、2029年までに保有する潜水艦の数を増やすため、8隻から10隻、の新たな国防予算獲得の審議を行うということです。さて、沈没した潜水艦ナンガラ402ですが、1978年、昭和53年、ドイツで製造され、3年後の1981年に、インドネシア海軍に編入されました。その後、約2年間韓国で回収された後、2012年に再編入されて、インドネシアで実戦配備の上運用されていたものです。韓国で回収されたとはいえ、製造から50年以上経過しているわけですから、老朽艦には違いありませんね。中国海軍が艦艇を派遣した影の意図も不安視されています。前述の通り、この海域は中東から中国本土へのタンカーや大型商船、軍艦や潜水艦の通り道になっているので、中国海軍による海中情報収集ではないかという意見も多かったのです。
さすがに、インドネシア政府や海軍当局からのこういった懸念への公式反応はありませんが、船体回収作業断念の背景には、長期間、周辺海域を中国海軍艦艇にうろうろされたくないという意思があったという推理をする人も少なくないようです。いずれにしろ、潜水艦ランガラ400には、バリ島北方海域海底で、53人の乗組員と共に、永遠の眠りにつくことだけは確実になりました。では、ここで、この事故に対する日本のネットの反応を紹介しましょう。1潜水艦を動かすなら、海域データは欲しいだろうが、あからさまに、海をうろうろすると、各国から文句をつけられるから、引き上げのための調査といって海域調査だけやったんでは？さっさと引き上げたのは、欲しいデータが取れたからだろう。2周辺国の、ほぼすべてと領土問題を言い立てて、土地を奪い取ろうとしている中国が、他国のために動くなんて、下心なしではありえない。3戦略的要衝の海域調査と人道支援という宣伝効果を狙った。4ランガラの回収は韓国でやったので、いろいろと欠陥があったんだと思う。5、中国は、リン上げのための水中調査という名目で、海底地形とか自分の潜水艦が先行するためのデータを取るために、インドネシアに協力を申し出たんだと思うし、石油とか海底資源調査も目的だったと思う。